ってます。帽子大丈夫？ポテトタイム大丈夫大丈夫。あとはサメだね。140まで出ます。今巻いてるからサメがどうか。紙面もこれで写真もらって使えますか。まだ弱ってない。結構でかいっす。さっきは船が動いたから巻き取れたけど、実際そんな巻き取れてない。電動リールを用いた私の木肌とのやり取りはポンピングは行わず、基本竿先は固定し、伝わるラインテンションと竿先の動き、手元に伝える重量感からマグロの動きを常に感じ取り、ファーストランを含め弱らせるときは深めでじっくり弱らせ、ドラグを調整しつつ攻守交代の時を待ち、弱ってきたらドラグと巻きやれレバーを調整しながら一定テンションを心がけ、マグロを暴れさせず強くせず引き寄せてくるのです。リングあります？なくなったのごめんね。今100です。傘ね、ちょっとあそこに傘置いてあるんだ、上に。はい、すみません、大丈夫、大丈夫。すいません。ハードある。ハード。もう、すげえやめた。それちょっと避けた、その竿のデタシュート、デタシュート。あ、ダメだ、風が強くてダメ。ちょっと傘直してください。一回カメラ折って直してください。風が強くなってきた。まあいいよね、まだ時間全然。30ぐらいになったら教えてください。まだ今100、うん、でももう弱ってるもん。リング入ってる。あとはサメだ。でもポンピングするとサメ来ちゃうんです。じーっと暴れさせないの、ね、撮りながらやってる。多分撮れてると思うんだけど。
ちゃうと絶対に暴れさせるとサメが来ちゃうんで。妖精さんが見に来ましたよ。勝負するしかないですね、ここは。サメだな、これ。重たくなっちゃった。あいや、まだ首が首から。大丈夫。あ、生きてる、生きてる。
で今日僕派手なポンピング全然してなかったんですよね。あれはねポンピングするとねやっぱりマグロが暴れてサメが寄ってきちゃうんですね。だからねもうあの時は耐えて、で無理してあれ巻き上げるとやっぱり切られちゃったりするんでね、マグロの動きをよく見てマグロが弱らない間は無理はせずね、弱らしてそこから勝負をかける。それとまあサメの気配ですね。サメがいた時はね、ドラグ滑らしてマグロを逃げさせる。最後ね走ったでしょ、あの時あれねサメ嫌がって逃げたんですね。でもそれももう本当に運も良かったと思うんだけど、サメに全然やられずにね、みんなのおかげでこれ上がってきました、船長、それから中森さん、カメラのコンちゃん、道場の皆さんのおかげです。ありがとうございます、よく上がってきてくれた、ありがたいです。Thank you.